皆さんこんにちは、旦那様です。ちょっとネットイーストだっけね、第五人格を作り出したり、发生了暴动，经调查，与病人感染未知病毒有关。病毒传播，暴动持续升级。克罗市最重症病毒可能是失败，准备撤离。共同政府再次强调，撤离只是暂时的，希望各地居民能够携手，坚持度过危难时期。那个暴动が起きて、まあちょっとみんなそれを乗り越えましょうみたいな。この難民よ、帝国に屈服せよ、帝国の保護を受けよ。我们在西面建立了贸易线，请联系我们，我们一定能撑过去的。絶対持つから。待っててくれ。わあ、アクションや。この銃何？火炎放射器当たってないよ。これネットイースト第5人格アイデンティティ5をね作ってる、まあ、本家の、まあ、会社が新しく出した Day After Tomorrow っていうゲームなんですけども、明日之後っていう、まあ、ゲームなんですが、まあ、パッと見た感じフレアさんがやった感じではなんか家を建ててゾンビを倒すみたいな感じかな。フレアさんも全然進んないから、まあ、でもちょっとグラフィック の、まあ、その具合がまあ結構いい感じだからちょっとやってみようかなと思って、まあ、あとネットイーストのゲームで結構いい感じじゃん。で今しかもこれ中国のアップルストアでなんと今ナンバーワン1位になってるんで、それやるっきゃないよね。はい。でフェリアさんこの何ボメボメボメ高原でなんかね、このサーバーで作ってるらしいから俺も同じサーバーに行きましょう。アップルストアで今1位ですからね。今一瞬坊主になったな。わいい、わすごいリアルやねこれ。ええね。うわ、ちょっとなんで男こんなチャラいな。服装3つしかない。じゃあ真ん中のこれ。うわ、いい。髪型変わるだけでかっこよくなるねな。髪型4つしかないで、お前ら。いや、じゃあこれでしょ。顔。うわ、すごい。アジア系やな。顔は6個あるんやね。すごいな。これはちょっと幼いな。これちょっとおっちゃんすぎるな。これはイケメンすぎ。これはちょっとなんやろ、アジアすぎ。これはこれ僕これ名前旦那様やろ。次ちょっと犬選んでいこう。これラブラドでしょ。これわかんない、なんか見たことあるけどわかんない犬種類。クロステって何、これ警察犬でしょ。首輪の色変えれるんやね。こういうサバイバル系は俺ね、首輪ない方が好きだわ。なんか野生で出会ってさ、なんかね友情を培う感じ。最初一人でね、こう犬とインドとさ出会ってからね、もうやべえ俺心の止め、おい伸びたみたいな感じがいい。で色か、毛の色か、これは最初のやつがいい な。ペットの名前、犬の名前がさ、なんかおにぎりになってんだけど、最初のおにぎりって何。よし、名前犬で、犬相棒行くぞ。 Day After Tomorrow 昔そういう映画があったよね、 Day After Tomorrow。 結構良かったわ。地球がさ凍りついちゃって、知ってるフェリアさん。知らないそうです。ゾンビの数やばない。えっ、アイアンマンみたいな。アイアンマン、みんな心にさエネルギー、何これ。ちょ快把这些东西打下去！快把这些东西打下去！要不要？一，没法动了。他们拖住汽车，没法动。车，那个车，我操！哎，这俩个操，我塞得得，动不起来。再过一个隧道，我就能离开这个地方了。拿好你的武器。我们一人的全員倒せるやろ。把人拖进汽车。我来撃つんじゃねえよ。快！うわ！やばい、すごいすごいすごい。再快点。ちょ、面白いよ、もう面白いんだけど。やばい、これなんか多分ね、2人でサーバー選ぶから、これ2人できるはず。これフェリアさんとやったら絶対面白いってこと。えっ、登ってくるの。ゾンビたちみんななんでヘルメットしてんの。1人フードかぶってるよ、すごっ。やばい、死ぬ。あっ、
生命検測設備開ける。何生命検測設備、パッドかな、パッドやね。はい、初期化するときはこれスライドしてくださいと。誰このイケメン、あ俺か。え、こんなイケメンなんや。この左の方にねクエストが出てるんですけど、車事故地点希望谷ホープバレー近くに、何装備を探してくれって。やばいじゃんこれ。いやまずこの火の中に入る時点で俺最強じゃねえよこれ。何これ、すごくない、すごくないこれ、危ない。バックパック、はい、オープン。え、取れた俺包帯でしょこれ、取れたの俺今、取れてないのかい。拾う。で、ここをタップして調査を見ると、はい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 。で、コスチュームもあるやね。コスチュームと野外生存探索と、あとスキルとコスチュームで、あのこのカートのやつが多分ショップやろうね。で、あと6分後で、日没だ。で、今11月の9日21度。これ現実のあれやな。現実の日付やな。包帯どうするん？あ、でも開くんやな。オッケー。やべ、めっちゃいいガタイすんな、おい。聞得见吗？往这边来。聞こえるか？こっち来い。うるや、うるや。大丈夫、準備。かっこいいよお前、スネークやん。こちらスネーク、落とせよ。走り出すさお前、もう俺失望したわお前に。走り出すさ、ピタッと止まんないや。これ何、アリクシ、これアレックスかな。孩子、暂時安全了。坊や、今は安全だよ。ありがとう。别客气，我看到了汽车爆炸，所以赶过来看看。在野外就得相互照应。我叫埃里克西。我在找我的一个伙计，我们走散了。フルボイスやな。まあどういたしまして、ちょっと車の爆発見つけてよ。ちょっと仲間、まあ駆けつけてきたんだけど、俺も仲間とはぐれちゃってよ。みたいな。で、俺の仲間は？没见到其他活人。他に生きてる人は見ないな。你们有几个人？何人だお前ら？三人だ。俺を含めて三人だ。あと俺の犬。刚刚那儿有两个变异的感染者，会不会是？さっきの二人感染者見たろ、あれもしかしてお前の。そんなわけない、そんなわけあらへんから。除了这些我没看到别的，也没看到狗之类的动物。いや、あの感染者以外にはもう何も俺は見てない、犬も含めてな。感染者になったんかな、あの二人。孩子，我很想安慰你，但是现在可能不是时候，我不确定这一带到底有多少感染者。你先做把砍刀防身，然后我们再从长计议。いや、なんかまあちょっとお前を慰めたいんやけど、そんな時間ねえから、ちょっとまあナタでも作って、ちょっとあのね、あのまあ護身用にナタ作って、まだ後でね、まあ話そうや。小心点、去吧。気をつけろ。我在这儿等你。ここで待ってるね。有问题尽管问我。まあ質問あればちょっと聞いてくれよね。みたいな。ここをタップして装備を変えると。なんで俺も斧持ってんの？樋口買った、樋口買った。え、これ、ピッキルやん。え、採取、あ、採取できてる。石プラス12。やばい、いいね。やっぱクオリティ高いね、この会社。これ、木はやっぱりさ、斧やろ、斧やろ。クオリティ高いね。おお、はいはいはい。何这一带的资源、树木、石头和麻都可以采集，切换成斧头，准星对准目标，砍树获得木头。ピッキルにはまあ斧に変えてみたいなね。ピッキルでまあ石をね採集して、朝はもう素手でしょどうせ。これ朝かな？どうする？で採集、あ、そのままタップすればいいね。はい。干したら？で、ナタを作ると。ナタ、これ
あ、でこの左下に、まあ、配合みたいなさ、なんかペイファンって書いてあるんですけどね、これで多分リストやね、クラフトリストやね。で、ナタ、ナタかな、これただのナイフやんこれね。木60個、石30、朝2、ね、さっき採取したんで製作と2秒、これ時間かかるんやな。はい、作りました。で、装備いいじゃん、かっけえじゃん。アサシンクリード、アサシンやんこれ。ウェアアサシン、低時間だ。準備好砍刀了。あ、ナイフできたの。这里是个死胡同，我们得想办法离开这里。ここは行き止まり。我看看这辆破车还能不能用。你去周围看看。この車使えるかどうか、ちょっと見てみるわ。お前はちょっと周り探してみ。别跑得太远，我可不敢保证每次都能救你。あまり遠く行くなよ。毎回助けるとは、助けれるとは限らねえからな、坊ちゃんみたいな。やべえ、いいじゃん。これ楽しい。もう楽しい。切換成镐头，准心对准目标，采石获得石头。はい、麻子用途很广，招数很多，不要漏掉。汪汪！ここにいたんや。チン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 。どこに行ってたんや。汪。なんか俺に言いたいことあるのか？なんか伝えたそうやね。なんか発見したんやな。なんか発見したんやな。そこなんやな。いや別にこの犬発見したんや。俺が上見たらさ、はしごがあったみたいな話やん。別にお前のおかげじゃない。樋口勝った。上になんかあるんやな。そうやろ、上になんか、あーかわいい。よーしよしよし、採取。これ何、果実かな。はい、え、二人じゃないとここ使いません。シュールやな。行こう。じゃああいつを呼んできたらいいんやな。ひぐずかった、ひぐじかった。よし、找到什么了？なんか見つけたかい？犬見つけないや。我们不用担心没食物了。は？你懂我的笑点了吗？今さ、犬見つけたって言ったらさ、でこいつがアレックスがさ、やったこれで食べ物に心配ないなって言いやがってさ、まあ冗談やけどって言ったよねこいつ。好吧，看来你没什么幽默感。现在说说，お前言うわね、找到出去的办法了吗？って言われたわ。じゃあちょっとね、出る方法なんか見つけたんやなって。で俺がまあちょっとはしご見つけたから、まあ二人じゃないとね、行けないからちょっと行こうぜみたいな。よし、行こう。お前走り出せって、もうちょっと歩幅を大きくてもいいんじゃない。我在下面。あ、お前がやってくるんや。低くかった。あ、力強っ。记得把梯子放下来。はしごを下ろすことを忘れないよって言われて。记得把梯子放下来。よし、下ろしてあげよう。下ろしたの今。ひぐじかった。もうちょっとしつこいか。よし、やめよう。快跟我进来。ついてこいやって。ありがとうって言えよお前。暂时应该安全。お前その銃くれよ。絶対俺の方が強いから。俺いろんなゲーム経験してきてるぞお前おっさん。絶対俺の方がさ、お前より言い切れるから。なんか有声音。これ回復アイテム。拿出砍刀。是感染者，他们想冲进来。不知道打。打不了多久，把后门打破。俺はもう持たねえ。俺は持たねえ。後ろのドアから出るぞって言われて、逃げよ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 。やばい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 。え、どこ、うん、え、ちょっとはまった、うん、いやちょっとスリルあるわ。キモ、何これ、な、違うか。やべ、ペラさんのグーが準備してた。グー、何これ、キ、え、キモ、これあれやん、男性のあれやん。別回頭、違うか、いや振り返るんじゃねえって言われてる。やばい、飛び降りろ。はっ、40食らったんやけど。え、俺もちょっと回復ないよ。回復する。
回復せんやん。あ、回復した回復した。え、もう追ってこんやん。楽勝やんけ、あいつマジで。雑魚。はあ、又一次死里逃生。ちょ、インヌ何すんの、インヌ。ちょ、何大丈夫？バグってるよ、これ。ちょ、何大丈夫？インヌ。あ、近づけれないし、ちょっと。あれはなんだ？全くわかんねえ。もう会いたくねえ、あんなやつ。ここ離れないといけねえ。じゃあどうやって離れるんだ？いや、車か飛行機があれば。まあちょっと運に任せるしかねえなーって、ちょっと こいつが言っとるわ、スネークもどきが。マジ？ちょ、聞いてください。いや、こういうサバイバル教材俺すんげえのんびりやりたいんだよね。もうこんなせかされるの嫌なんやけど。アレックスやってさ、装備水に晴らしたんやけど、あいつ。合ってるこれ。アレックスどこ？あ、マップに出てるからこれ。マップに、これ、これ行けばいいんだ。ここ行けばいいんだ。ちょっとさ、ね、ネットが切れて、なんか結構ね、頻繁にネット落ちるんよ。俺もこれ何回か再起動して、でやっとこうまたどり着いて、で戻ったらもうすでになんか人がいっぱいおるとこに来てた俺。ごめんね、なんか俺戻ったらもう人がいっぱいいるとこに来てた。うん。なんでヘリがあんの？すごっ。樋口があった。もうしつこいか、もうこのネタ封印するわ。アレックスと何これ？フランク？フランクと話す？フランクと話すか。リーダーっぽいやん。なんかお前雑魚そうだな。リト動くな、撃つな、俺は人だ。離開这里。おい、撃つなって言ってんだろ。不想被感染的人。ここから離れろ。俺たちは感染された人に会いたくねえんだ。ええ、我们没有被感染。俺らは感染してねえ。よく見ろ。我们好好的。ピンピンだぜ。あそこ。闭嘴。我不傻。黙れ！你们身上有感染者的血。お前らは。你们和他们战斗过。血がついてる。保证自己没有被感染。戦ったんだろあいつらと。どうやって保証するんだよ感染しないことを。正論やな。上の選択肢が俺たちは感染してねえってのは説得するのと、下の選択肢はお前とは無駄話する暇はねえっていう、まあちょっと戦うっていう、まあ、選択肢になるね。これはどうする？まあ俺はね、俺らしく。你们这些混蛋。找死。戦うを選ぶわ。お、マジで戦うの？マジで？マジで？ひぐちがった！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 封印する！え、アレックス強すぎね？ちょっと俺弱いんだけど。ちょっと。うるや！よっしゃ、オッケー！ザコどもが！ザコどもが！この、ザコ！お前強いな、アレックス。アレックス、お前強いな。我有些话要跟你说。一緒ついていく。お前に話したいことがある。いいな。孩子、我修飞机的时候，你要多留心。是时候给你个厉害的家伙用了。気をつけろよ。只要别对着我走火就行了。ちょっといいものあげるから、まあ俺に向けるんじゃねえよ。これ銃もらえるんじゃない？補充弹药，查看通讯，然后修建木栅栏。弾を補充してから、まあちょっとこの何？柵をちょっと修理しててくれって。はい、装備。え、で、弾はどうやってやるの？弾。弾薬箱から補充する。弾薬箱。これさ、日本人でさ、ね、これ遊ぶ人ってね、多分何していいか分かんないよね。まあ、俺の動画見てくれれば、ね、何していいか分かると思うから、弾薬箱。ね、ここで弾薬箱を補充すると。弾薬箱を補充するじゃない。はい、補充。はい。OK。ごめん、間違えた。アレックス間違えたんや、俺。すまんな。え、で、柵を修理する。ここにこれ、来ればいいんだよね。で、何をしていいか分からない人は、この下のね、まあ、矢印、道しるべにね、従っていけばいい。で、ちょっと柵の、クラフト図を、拾うと。全部拾う。で、木の柵2つを修理する。はい。え、もうできてんじゃないこれ。どうしたらいいの？え？俺が分かんねえわ。
チャイ語わかる俺でも何していいかわかんないわ。とりあえず柵を修理するって言われても、とりあえず柵できてるじゃん。あ、柵2つを作るんでした。パハー柵2つ、何木80個と麻2個。制作3秒。あ、もうできた。もうこれ2つできたよ。ほしたらで、柵を、光ってるところに、はい、あ、うわ、で、これどうやって置けばいい。こうしてで、手のマークをタップすると作ってくれるんやな。わあ、いいね、すごいね、これ。え、今なんかひっくり返らなかったこれ。ああ、違うか。わあ、すごいね、このゲーム。ネットイーストがすげえわ。はい、作った、いいね。で、俺は、俺入れないじゃん。できた、できた、できた。オッケーオッケー、入れた入れた。完成者来た、任せろ。強そう、あいつ。あ、これちょっとね、オートエイムかかってる。いいね、いいね。いや、楽しいわ。リロード、楽しい楽しい。やばい、これこれ楽しいわ。ちょっとオートエイムかかるのはいいね。これさ、ね、あの左右の方でこう視点切り替えて、左のこの銃のマークで撃つとやりやすいわ。俺ずっとさ、右手一本人差し指でやってたわ。ワッホー、やばいやばい、注射注射、どうしたらいいの、緊急治療。ああ、よっしゃ、回復。あぶねえ、ちょ、一発80食らうんだけど、早くしろよお前、早くしろ。おい、アレックス、早くして。やばいやばいやばいって、これやばいって。撃とう撃とう、とりあえず撃とう。あ、修理終わったんやって、修理。よし、修理終わった、修理終わった。ここ、アレックス、アレックス、あ、来た来た。いや、押さなくていいって、俺一人でできるもん。やっぱよ、いや、あかんあかん、誰が操縦してんの、アレックス、なんでそこにいんの。ええお前、丈夫すぎんだろアレックス。你先找个安全的地方再想想该怎么办。すんげえゴホゴホゴホ言ってるけどさ、さっきそんな感じじゃなかったよ。お前めっちゃ強そうだったじゃん、たくましいじゃん。大丈夫かいお嬢ちゃんみたいな感じだったで、お前惚れそうになったぜ俺。やば、え、ちょっと展開早すぎない。でもいいよそれ、うん、それでいい。で、右左がなんかちょっとさ、また落ちて、で戻ったらね、もう体力満タンになっちゃってたわ。これ多分ね、時間経過でちょっと回復するんじゃないかな。ね、左の方の200、緑色の数字がまあ現在の HP。で、下がまあちょっとお肉のマークがあるので満腹度。もう一つ下がちょっとわかんないな。で、さらにさ、ちょっと右の方のこのマップのところ見るとさ、ね、またカメラがあると、これスクショかな。で、次にまあね、歯車マーク、これ設定でしょ。で、下になんとマイクとスピーカーがね、こう車線が入ってるので、これ絶対チーム戦みたいなのできるよね。協力戦、こうね、スピーカーで話したり、スピーカーで話すわけじゃないわ、マイクで話したりね。よし、まあちょっとアレックスと話そう。はい、这屋子有点奇怪。この部屋怪しいな、俺も怪しいと思うわ。どうする次。情况有点糟、飞机没了，也没有通讯器，对岸还有一只大怪物。いや、非常にまずいね、ヘリコプターもねえし、ちょっとね、向こう岸には怪物もいるし。我遇到过比这更糟的情况。まあ気にするな、これよりもっとひどい状況を俺経験してるから。先修修这个房子，能让我们暂时避一避。この家をちょっと直そう。是谁在这里借了房子？でも誰がここに家を建てたんや？確かにな。よし、直そう。去吧，我在这里守着。行け、ここは俺が守る。お前も手伝えし。何したらいいんや？あ、俺がもただ直すだけ。これ建造をタップして、わで、え、で扉、おお、できた、すご、扉、
え、扉立ててないの俺これ。お、扉立ててないの、ほら扉で、チェック押せばいいんか。え、パスワード入れるんやって。1234走进破损やばくない、才能把它修好。え、やばくない、これ扉開けるのに、え、パスワードいらねえじゃん、ふざけんなよ。で、はい、修復。近づいたらの修復があったわ。估计会去河边。これは多分ね、あのこの建築を押すと多分いろいろね、あの置けれる家具とかね、今家具何も持ってないから。で、強化、鉄、石、まあ多分何も持ってないからできないんだな。よし、はい、で門を開けると。わあすげえ、あ、ここにもあったね。で、これ修復、壁を修復と、タップしたらそのまま大丈夫なんやね。はい、修復中。これ木とか消費されとんかな。で、どっち行けばいい、外行けばいいね。はい、もう開けごま。はい、いや、火が暮れてきたぞ、やば。どこ行けいい、どこ、ここね。はい、行こう。ナタでしょ、ナタ。あ、俺銃あるじゃん、そういえば銃使おう、銃ね、ちょっとリロードして、ゴー。アレックス、こんなもん俺にくれちゃっていいの、マジで危ねえやつや俺。え、どこ行くの、なんでここ来るの。何、伝言箱、タイムカプセル開けた、これ役立つといいな。ラザロフ、ミスター、何、 M ラザロフ、はい、開けた、かっこいいラザロフ。缶詰、鉄鋼、木、石、全部もらう、ありがとう。へえ、なんでアレックスここにあるの知ってんの。写着ラザロフ、真的吗、ラザロフだと、本当か、どうしたんや、ラザロフが、どうした。孩子、我们一起出生入死好几次了，有些事要告诉你。俺たちは何回も一緒に共にしてきたから、危険をちょっと教えることがある。このラザロフと関係あるのですか。没错，拉扎罗夫就是我那个走散。ラザロフは俺が探そうとしてたやつや。俺の仲間や。曾经的战友。まあ正しく言えばかつての仲間やな。感染刚爆发那几年，我们一起参加了感染战争，他救过我。感染が爆発した時、爆発して間もない時、感染が広まる間もない時に、まあちょっと一緒に戦ってて。まあ、助けられたことあるんやって、ラザロフに、このアレックスが。不、不止这些。当时我参加了一个不知情的自杀任务，牺牲我们来保全那些大任务的粮食。拉扎罗夫阻止了那次，我们组建了自己的兵。やべやべ、早すぎてわかんねえ。躲避感染者和军队的追捕。但是。やべ早いわ。拉扎罗夫的家人。まあ、ラザロフと一緒に、まあ、ある作戦を実行してたんやけど。まあ、ちょっと上の上層部のたちの、まあ、まあ身を守るようなね、ちょっと下っ端たちがさ命を捨てるような作戦だったんやけど、でもラザロフはそれを阻止したんよ。でそうすることによって上層部に逆らうことになるから、軍隊たちがもう追ってきたよね。でラザロフの、まあ、家の人たち、まあ、家族たちが、まあ、ちょっとね監禁されちゃって、いやもう訳してて読んでなかったわストーリー、早いわこれ。うん、まあ、ずっとなんか探してたらしい、ラザロフを。え、今から探しに行くんですか。我这回出来就是为了。俺は出てきたのはあいつを探、今は単独行動してるんです。あなたはこのまま一人で探してるのは危ないんです。感情で物を言うな、アレックス。你说的对。いいこと言うやん俺。我们先、じゃあちょっと先に帰ってあの家をちょっとね見てみよう。你说的对、这个地方不安全。まあ安全じゃないからね、一人で行動しない方がいいよ、アレックス。不过、ね、你应该看出来了、拉扎罗夫是个好人。まあお前にも分かるようにラザロフはいいやつなの。他总是为别人着想。彼はいつも他の人のことを思ってたんや。好了、我们把二楼围起来。二階をちょっと補強して、ちょっと射撃点を作ろうだって。狙撃点？狙撃ポイント？うわ、はい、どうするん？建築。壁チェックチェックチェック、やば俺建築の才能すご。え、でどこ、ここか、はい、壁ちょっ、普通だったら死んでるで。え、こんなんでいいの、
こうなんでいいの。あるじゃん。なんやねん。はい、建築。で、ベランダ。すごっ、すごっ、すごないこれ、建築。ちょっと、絶対楽しいって、これ。他の人だったら。アレックスとやってるから、そこまで俺ワクワクしないけどさ。これみんなのやったら絶対楽しいよね。建築してさ、ゾンビ撃つんだぜ。絶対楽しいやん。アレックスできたで。保住墙、广积粮、没错的。但还不够。あと、足りないものがある。何？下楼、房子外面的防御还需要加强。ちょっと家の外の防御をね、ちょっと上げないといけねえね。走吧。行こう。行きましょう。ダイナミック。何お前かっこいいやん、今何。どうやって作り出したのお前、すごっ。すごいお前、すごいやん、すごいやんお前。で俺は、俺がこっちに作ればいいんやな。もう十分な資源を採集して、でハイクラフトの中から、柵を2つ作って小屋の外に置きましょう。はい、じゃあね、2つ作りましょう。3秒。はい、作りましたと。で柵をね、持ってここで作ろう。はい、 OK。 でこれ手のマークをねタップすれば作ってくれるね。いいじゃんいいじゃん。干したらいいじゃん。まだまだあるの。アレックスは家の中に入った。彼は何をしてるかわからない。アレックスは何か他の案があるかもしれない。彼と話そう。よし、じゃあ入ろう。行こう。近っ。好了、有这些就差不多了。こんぐらいあれば足りるだろう。なんか2つもの置いたけど、これ何って言うけど。これ？ちょっと弾を補充しよう。どっから出てきたのこれ。アレックス出してきたの。この2つ置いたの何って、何、何の2つ。好了、有这些就差不多了。この2つを置いたのは何って言うんや。熔炉可以制作装备，没有子弹，妖怪炉就用弹药箱。妖怪炉は装备が作れる。这都能帮你抵御威胁。弾がなくなれば弾を補充できるし、あなたを手伝えるって、あなたを助けることができる。俺を助ける、どういうこと。你要知道，拉扎罗夫救过我的命，我不能不管他，他很可能就在附近。给我两天时间。两天后我一定回来。有这些防御，你不会有事的。どういうことってさ、要するに、一定回来。アレックスは2日間時間欲しいんやって、外出るんやって。で、その間は俺は一人でちょっと頑張ってくれってことだよ、要するに。アレックス、どんだけ危険か分かってるの？このまま行くとお前死んじゃうかもしれないよって俺が言うわ。没有拉扎罗夫，我早就没命。ラゾロフがいなければ俺はもう命がなかったんや。じゃあ俺もお前と一緒に行く。这是我欠他。ダメだ。我不能让你陪我冒险。お前まで巻き込むわけにいかない。我需要你在这里找一找有没有离开的方法。しかもお前はここ残ってもらって、ちょっと脱出する方法を探してもらわないといけない。信じろ。結果がなければ俺は2日後にちゃんと戻ってくるから。信じろ。两天后我一定会回来。わかった。行きな。じゃあ俺一人で。夜感染者が増えむるので、しっかり武装を整えて自分を守ろうってやって。わ、楽しい。これちょっとさ、一緒にやりてえよ、一人じゃなくて。これさ、みんなでやると絶対楽しいって。負ける気しねえ、みんなでやったら。俺にはお前がいた。いいね。はい、あれ何、これ何、どうするの。石を採集か。石は今いらないかな。これ石採集やな。寝ようや、ベッド作ろうや。ベッド作って朝まで寝ればさ、ゾンビ出てこないじゃん。それ違うゲームな。採集して簡易的なピストルを作って、石を採集すると鉄鋼をゲットできる。これやっぱクエストか。じゃあちょっと採集しよう。石、はい。今鉄鋼1しか入らなかったわ。これしっかりさ、真ん中のね、レティクルを合わさないとダメだわ、物体に。そうしないとね、採取してくれないわ。ね、このレティクルね、プラスのボタンをちゃんとここにね、合わせてからじゃないとダメだ。小屋の中の、何ていうか、妖怪炉？ロンル？
を使ってピストルを作ってください。完成後はちゃんと取り出してください。鉄鋼ゲット。ちょっとまず材料何がいるかちょっと見てみようぜ。これか。はい、鉄鋼10、120石。あ、もう作れるらしいよ俺。鉄鋼14個もあるんや。あ、さっきラザロフのね、手紙タイムカプセルの中でさ、もらえたじゃん俺だってね。はい、取り出す、取りましょう。で、装備しよう。で、弾を補充すると。はい、これ連射できるの。あ、これライフルか。ライフルで100射いいんか。これなんやピストルって。どうしたら、で2階から、感染者を防ぐと。とはデップ、当たり判定とかあるかな。頭とかないわ。全部35だ。35だね。全部35だめ。固定。よっしゃよっしゃ、オッケー、オッケー、いいよいいよ、オッケー、楽しい楽しい。何、救援プッシュ出現。ソーラーやって、どこ、救援プッシュ出んのこれ。川辺に救援物資がある。救援物資探しに行こう。行こう。マップ出てるね、マップ。すげえ、ドロップが出る、ドロップ。ドロップアイテムがあるぞ。捜索。はい、ドロップアイテム。石、朝3個ゲット。救援物資取りに行こうぜ。ライフル強いな。ショットガン変えとこう。ピュービジーじゃん。マックス PUBG。おいで、孩子。帰ってきたぞ。早えよ。2日経ってねえじゃん。ちょ。やばい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 。ちょ、アレックスアレックス。ちょ、やばいやばい。何これ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 。ちょ、ダメダメ。やばいってこれ。ライフルの方が強くない。しゃ。アレックスどこなの？来いよ。アレックスは？アレックス帰ってきた。ついていけって。アレックスどこなの？いや、とりあえず2階行こう。ちょ、まさかゾンビ出ると思わなかったわ。アレックスいないじゃん。え？ここ？え、アレックスいないんだけど。あ、対岸。対岸やって。対岸やって。対岸って向こう岸じゃん？マジかよ。ライフルにしようかな。ライフルにしよう、ライフル。いや、マジで見ないとダメだわ、これ。おお、対岸じゃないじゃん。なんだ、すご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 。嬉しいんやな、お前。ちょっと話せない、話せない。バグってるから進めない。バグってるから進めないんだけど、どうしたらいいの、これ。消えたし。どうしよう。アレックスと対話して、友達見つけたかどうか話してみてください。どこ対岸行けんかな。対岸、ここ矢印、ここね、ここね。オッケー、いいよ。はい、来ました。あ、まだカプセルあるよ。何、へへへへへへへ、孤独 VDVD。 これ絶対プレイヤーじゃない。だフレンド追加だもん。いないって。何これ、いいのこんなん。プレイヤーが埋めたカプセル取れるんやけど。すごくないこのシステム。フレンド追加しようとしたらいない。何これ、めっちゃあるよ。何これ、またカプセルや。旦那さん、これ絶対プレイヤーやん。すごくない、何これ。めっちゃ楽じゃんこのゲーム。やば、何これ。これ絶対 SCP リャンリャン、君の助けになるといいねっていう。すごい。もうキーマックスなっちゃったし。はい、このシステムいいな、斬新。帰ってきたぜ。おかえり。
ああ、よかった、帰ってきてね。帰ってきたよな。我回来了。そうや、帰ってきたやで。なんか見つかった？没有，什么都没找到。何も見つからへんかった。二日間言うたやん、お前。早いって。这是好事。没找到就说明他已经离开这个大丈夫だ。地方でも不是吗、いいことや。見つからないってことは、あいつは安全なところに移ったんや。お前、ポジティブ。现在我只需要关心怎么带你安全的离开这里。まあ今はどうやってお前を連れてここ脱出するかが気がかりや。せやな。我们找找离开的办法。跟紧我，我可不能再把你搞丢了。ちょっとここを脱出する方法考えよう。もうお前さえ失いたくない。お前もまあいいか。做好准备。待て、音がする。好的预感。準備しろ。60ダメも出入る。すごい。好像是个房子。え、なんか家みたいやで。如果没有、那边有动静、好像是个活人。音が、物音がする。生きてる人がいる。わお、大丈夫？大丈夫？生きてる。是谁？アレックスと同じ声優やろお前。没见过的面。誰や、見ねえ顔やな。你们从实验中活下来。実験室から生き延びたやつや。残念だな。我是一个要死的人。不，不。俺はもう死ぬんだ。应该说是一个。俺はもう死ぬ人なんだ。了解了生命意义的人。生命の意義を分かった人なんや。ここ何してるんですか。我们。俺たち。发现生命。俺たちは命を見つけたんや。まあいいや。让我用你能理解的话来告诉你。お前が分かる言葉で説明してやろう。我们在研究病毒究竟是如何ウイルスがどうやって人体に影響を及ぼしてるか、及ぼしてるか発見したんや。实验失控了。違う、調べてないんや。突然突变了。でもコントロール失敗したんや。但变得更美妙了。あいつらみんな変異したんや。哈哈哈，みたいな。生きてる人で実験してたの？对，活人。そうや。生きてる人や。一个活人，病毒在他身上的反应真强烈。生きてる人だからこそ、ウイルスは過剰に反応するんや。病毒让他变得又高又大，那深黑的颜色。ウイルスで高くなり強くなってるんだ。我永远不会忘了那个活人的名字。拉扎罗夫。まあ訳して結構適当だからね。我会带着这个回忆。あの強くなった変異体した人の名前俺を忘れない。ラザロフ。え？谢谢。ラザロフが実験されてたの？この記憶は俺は新しい世界に持っていく。カムダル。カムダル？え？ラザロフが実験されてたんでしょ？カムダルって誰？ラザロフ？ラザロフが実験されてたんじゃん？これ。ラザロフ。你再说一遍。もう一回言ってみろ。お前ラザロフ捕まえてたの？在哪儿？どこや？他升华。あいつは昇華したんや。病毒让他升华了。他现在今は外や。他自由了。彼は自由だ。え、あのでっかいやつってもしかして？あのでっかいやつでもしかして？你们应该遇到过他了。お前らは会ってるはずだ。长着嘴。長い口ばし。身体。体を這いずり、這いずる体、美しい。我あいつやろ。也要找到。俺も自由になったんや。我的自由了。海姆。ハイム？ハイムダル？ハイムダル。ハイムダルは誰？ハイムダル。我需要静一静。你去周围看看吧。一人にさせてくれ。お前は周り見てくれ。だって。え、じゃあのくちばしがやばいやつ。这个实验室里也许有线索。也许。え？絶対ラザロフやん。周囲の環境は探せるものがあるかもしれない。生きるために探せ。銃で撃ってたね。ちょ、ショットガンしよう、ショットガン。ラザロフがあんななったの？とりあえず何していいかわからんから、これ、そって歩こう。これまだチュートリアルでしょ？アンテナ？
高いところに、何これ、高いの GPS を設定しよう。多くのものを持っていくなよ。飛行機の飛行の安全のために、多くのものを持っていくな。チャット打てれないって。これ何、今なんか鳴ったよ。はい、実験の、あ、これ撃つんやな。できたできた。な、音楽変わったよ。はい、包帯。あ、ちょっとカバン満タンやって。どうしたらいい。木捨てよ、木捨てる。木どうやって捨てるの。整理。よし、木捨てた。ちょっと包帯はいるからさ、包帯いるもん。回復しよう、回復。ベリー食べてた、ベリー。よし、はいはい。あ、また包帯やん。なんで BGM 変わってんの。まだ死んないの、お前。はい、大丈夫大丈夫。大丈夫かよ。強い。あ、さっき俺あれでもう連絡ついたんや、救援隊に、レスキューに。ちょっと高いところに行って、そしたら俺はもう逃げれるよ、アレックス。無事言い換えな。ほんまに逃げれるんや。ここから行こう、アレックス。ちゃんと聞いてる俺のこと。じゃあアレックスも動揺しちゃってるわ。我在听，找到一个高地，离开这里。高いところ探して。そしたら逃げれるんやな。そう、行こう。あと多くのものを、あとちょっと重いものを、いっぱいのものを持っていっちゃいけないって。我猜也是，安全起见，一般都会限制承重。せやな。ちょっとまあ重さ制限あるからな。我有想法，不如把我们身上的资源留下来，就像之前找到的那些留言箱一样。そうや。俺たちはね、身に持ってるものちょっと残そうや。あのカプセルみたいなように。以后可能经过这里的人。就像拉扎罗夫做的那样。今後ここを通る人たちのためにラザロフがやったように。ああ、だから残したんやみんな。然后埋起来。資源箱に入れて残そう、カプセルに。どうしたらいいの。どうやったらいいの。どうやったら箱に入れたらいいんかな、これ。作るんかな、箱。工具、あ、いっぱいあるね。全部ないね。まあちょっともう一回話そう。ちょっと何してるか分かんねえわ。でも物、あ、なるほどね。もうあのバックパックが満タンやから、ラドロフがあのあれもらえないんやって。ちょっと石ころをちょっと管理しようか。石ころと木、ちょっとしてよ。そんなにいらないでしょ、木。はい、でラドロフと話、ラドロフじゃない、アレックスと話すと、あのカプセルもらえるんかな。我在听，我猜你会有想法，说不定。あ、もらえたもらえた。はい、でどうしたらいいのこれ。あ、で埋めりゃいいんかな。外行けばいいんかな。あ、できた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 。で埋めよう。はい、カプセル埋めてますと。じゃあ黄色やね。マックス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 。はい、で石もマックスでいいよ。石も、はい、で木も一回行こう。2じゃない。じゃあ1じゃない。はい、こんぐらいかな。石もいける。石こんなん持ってもね、俺も脱出するんやだって。で伝言入れると、あーね、伝言、はい、残しましたここに。よし、オッケー、いいね、いいじゃん。戻ってきたで、アレックス。大丈夫かお前、本当に動揺しすぎやで。留言箱了吗。うん、カプセル埋めてきたよ、埋めてきた。很好孩子。よし、我们就要离开这里。十分な準備をしてから逃げよう。做好充足的准备。万が一。我是说有备无患，不是吗？啊，你要不要再准备准备？まだ準備することある？行こう、もう大丈夫。好，很好。じゃあ、我们走吧，离开这里。好，行こう。走吧。ついていくぜ。我们先给你找到救援，然后。まずレスキューを見つける。そしたら、よっしゃ、オッケー。这里看着。
太压抑了。行こう、早く行こう。走る姿出せないからぜ、アレックスさんよ。足遅いな、俺。是唯一出去的路。え、な、俺寒がってない？え、俺かゆ、かゆがってるよ、なんか。あ、寒いんか。なんか雪マークついてるもんだって。寒いんか。前面的压力门好像被锁住了。どうすりゃいいの、これ。有感染者。是。感染者。うわ。あ、うわうわ。死。やばいやばい。やばいやばい、無理無理無理、これ無理、これ無理。俺に来るの？どうしたらいいの、これ。やばいやばい。え、アレックス撃てよ。足押そう、俺。あ、書いてあるわ、クエストに。棚？棚からカードを見つけて脱出せよ。これか、これか。ない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 。ちょっとやめて。ちょっとやめて。ちょっとやめて。やばいやばい、やばいって、これ。ここ来たらいいかな。やばいって、死なない。これチュートリアルか知らないんじゃないの。細いところ、細いところあいつ入れないから。よくあるから映画で。緊急治療緊急治療。ほら、細いところあいつ入れないから。入ってきてる、入ってきてる、ルルルルルル。ダメダメダメ、やばいやばい。どうするの、アレックス、どこにいんの。アレックス使えねえな、あいつ。やばいって、これ死ぬって。めんどくさいよ、これ。あ、死んだ。あ、あ、生き返った。やばいって、これ無理だって。え、チュートリアルで死んだし。え、タンス、棚からカードを見つけろ。棚棚棚棚ないじゃん。ないんやけど。あった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 。はいはい。あ、カード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 ゲッチュカードゲッチュ。アレックス、お前使えねえ、これ当たらんじゃん、お前よ。俺めっちゃ寒がってる。ここやろ、ここやろ。もう、あー、痛い痛い痛い。アレックス行くぞ。おっしゃ。なんでドアこうやって、なんか映画のさ、ワンシーンみたいにさ。アレックス死ぬ。アレックス手だけなら、手だけなら。アレックス、アレックス。ラザロフ、ラザロフ、お前に。うん、アレックス、通信機を見つけ、応援を呼べ、アレックス。全俺が泣いた。アレックス、アレックスが俺のためにラザロフに手榴弾をぶん投げて。はい、次行きましょう。どこ行けんかな、これ。まあ矢印に従ってずっと上行けばいいんかな。走るの遅いな。念のために回復しとこう。これ使おう、これ。はい、満タン。はい、缶詰どんぐらい回復する？あ、結構回復するね。はい。有人吗？这里是快乐101。誰かいるか？定位。GPS を。已经定位了。我们需要点时间。わかった。待在那里。そこで待ってくれ。我们检测到还有别的非人生命体。え、人じゃない。人じゃない生命反応がある。俺たちはそこに着陸できない。我们会给你提供些火力支持。如果你能干掉那个怪物，火力支援を行う。もしあなたはそいつを殺せたなら、俺たちは降りれる。これラザロフでしょ、どうせ。救援物資、救援物資があるって。救援物資を受け取って戦え。火力支援を受け取って、どこ。おったあったあった、ここここで、ラザロフと戦えと。どんな武器くれるの。ガトリング。はい、受け取った。え、俺装備かっこいい、すごっ、かっこいいんだけど、やば、ウィーヒー。うわ、すごっ、ウッフー、かっこいい俺。
やば、すごいすごい、俺生きてる生きてる生きてる、なんか食らってんだけど、なんで、え、なにこれ、え、ちょ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 、え、ラザロフどこ、ラザロフどこ、ラザロフ、おっとおっとおっと、ちょちょ、あいつの HP が上にあるんやね、オッケー、いけるいけるいけるよ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 いけるいける、絶対いける、え、アレックスがいるんやけど、アレックスお前関係ねえやろ、あーもうこれはなんかまあまあ終わりか、うん、まあいいか、脱出成功、56分もかかったの、はい、ゲームを続けると、あ、これがちょっと、え、で、もうこれ一つのダンジョンなんやな、多分この装備くれんの、めっちゃいい感じじゃん、逃げれたわ、かっこいい、俺初心者だと思えねえ乗り方やな、めっちゃかっこいいんやけど、わあ、いいやん、ええやんこれ、 Day after tomorrow、 いいやん、あー、いいよこれ、わ、この町やん、もう絶対これ町でしょ、ほら楽園101やって、すごいすごい、わ、プレイヤーや、すごい、すごいやん、うら、すごいいいねこれ、わわ、やっぱこいつらのクオリティはすごいわ、まあちょっとここら辺にしましょう、結構もう1時間近くやったんでね、ちょっと面白いわ、面白いと思うこれ、ただちょっと気がかりなのがちょっと評価そこまで良くなかったね、 3. 点何ぼだったの、5つ星評価の中で、まあでも俺はね初見の感想ね結構いいと思う、これちょっとみんなでね他人数プレイしたらね絶対楽しいと思うわ、まあちょっと引き続きね、まあ実況できたらねと思います、よし、じゃあここら辺でお疲れ様です、バイバイ。